よいよ年度末に近い一大行事でございます。七輪抽選でございます。これは連盟が独自に、発想した大会でございます。非常に盛り上がって、おります。どうぞ今回は必ず一輪三輪を狙ってチーム全体で力を注いで頑張っていただければありがたいと思っております。先生、どうぞ最後の一投まで投げることを誓います。令和元年11月10日選手代表大村市役所実業団中村淳也。ジュニアはジュニア、シニアはシニアというそういうふうな形で大会が運営されるものですから、まあ、そこがこの大会はもう誰でもいいですよと、もう男女混合でも結構ですよというそういうふうな形ですね。その辺はジュニアの育成なんかにもつながるんじゃないですか。そうですね、今ですね、ジュニアはね、男の子は非常に増えてるんですよ。まあ、今女子の方がスポーツ場だね、まあ、そういうことで非常に、我々も選手確保に苦慮してる。なるほどなね。ああありがとうございました。子供にもボーリングを、話してみたら、まあ、続ける意思もあるみたいなのでですね、今日は奥さんには勝ってますね。なんとかです、娘の方はフォームも綺麗なのでですね、これから、まあ、身長も高くなれば、いいスコアを出せるようになると思うのでですね、はい、負けないようになんとか頑張りたいと思います。どうでしたか？ちょっと良くないです。ちょっとこうミスちゃったりとか、一緒のボックスで投げたりするので、こう友達とも仲良くなったりとか、まあ、そういうところもいいとは思います。これからもボーリング続けますか？はい、頑張ってね。はい、ありがとうございました。なかなかボーリングって楽しかばって難しかですね。やっとるんですか？僕60年。60年、はい、全然まくなりません。17の時からしてます。なるほどなるほど。そんだけ続けられるボーリングの魅力は何ですか？
やっぱし一人でもできるしチームでもできるのが一番魅力ですね。これで見事年配者も中年の方もまた若いジュニアの方たちとも一緒にチームを組んで投げられるというのがやっぱり一番の魅力ですね。ボーリングの頑張ります。はい、女の子増やしてほしい。ボーリングはどうですか？楽しいところは？楽しいところはなんか自分のチーム戦では自分の失敗とかあるんですけど、それをみんながなんか励ましてくれるところが好き。